良いと思っていたのに、実はそうではなかった10の習慣。子供の頃、ご両親にこう教えられませんでしたか？食べたらすぐ歯を磨くこと、長い間コンピューターの前に座らないこと、電子レンジが稼働している間はその近くに立たないこと、などなど。でもそのような習慣の中には、もうずっと前にやめていた方が良かったものもあるのです。実はこうした習慣にはあなたの健康を危険にさらすものもあります。1. 耳掃除は定期的にしなければならない。人間の体には優れた自浄作用があるので、私たちが手を加える必要がないことも数多くあります。もちろんあなたにもうお風呂に入らなくていいと言っているわけではありませんよ。衛生状態は良くしておきましょうね。多くの体の部位で働くこの自浄作用には耳も含まれます。耳垢には外耳道を滑りやすくし、ばい菌や菌類、虫などから耳を保護しています。耳垢は自然に体から出ていくようになっています。これがどう起こるかと言いますと、耳垢が外耳道を通って出口へと滑っていくのです。そしてあなたが食べ物を噛んだりする動作で完全に外に出ていくことができるのです。すごくありませんか？でも自分で耳掃除をしてしまうと元も子もなくなってしまいます。あなたが外耳道へと押し入っていくと、耳垢がもっと作り出されてしまいます。そして場合によると、特に綿棒を使うと耳垢をさらに深いところへ押し込んでしまう結果となります。これで耳を塞いでしまうこととなり、聴力が一時的に落ちたりします。ここであなたがすべきことは、シャワーやお風呂の後に濡れたタオルで耳をそっと拭くことだけなのです。 2. 電子レンジが稼働しているときにはその近くに立ってはいけない。電子レンジは多くの人が思っているほど危険ではありません。レントゲンや日焼けマシーンとは違い、電子レンジはDNA を損傷させたり、遺伝子変異を引き起こすことで知られる化学物質や放射線を放出するようなことはありません。実は電子レンジからの電磁波は電子レンジ内から出ないように作られてあります。ですからあなたが食事を温める2分間が待てなくて、電子レンジに顔をぴったりとくっつけて中で食事が回っているのを見続けていても全く大丈夫なのです。健康のリスクはありません。しかし食事をレンジでチンするときに気をつけなければいけないこともあります。残り物を温め直すのなら食中毒に要注意です。電子レンジを使っても殺菌できるほどの温度には達しないからです。そのことを頭に入れて、あなたの食事の温度には気をつけましょう。 3. トイレを流すときに蓋を閉める必要はない。トイレで用を足した後はすぐに流さなければいけないことは誰でも知っていることですよね。でも正しく流すことが重要です。トイレの蓋が開いたままだと、あなたの残した便器内のあれの粒子が流した時に約180センチも飛散し、周辺にばい菌を撒き散らす結果となるのです。とっても汚いですよね。これらのばい菌が感染を引き起こす脅威となります。ですから流す前には必ず蓋を閉めるようにしましょう。 4. 調理する前に食べ物は必ず洗わなければならない。食べ物はすべて調理前に洗わなければいけないというわけではありません。例えば赤身肉や鶏肉は絶対に水につけてはなりません。水につけても細菌を取り除けるわけではなく、逆にあなたのキッチン中に撒き散らすことになります。特に危険な食中毒を引き起こすカンピロバクターという細菌は生の鶏肉の中にいます。肉を洗うと水が跳ね返り、あなたの服や手、調理器具やカウンターの表面なども汚染してしまいます。この場合肉は洗わずにそのまま焼いたり茹でたりします。そうすれば高い温度でこれらの有害な細菌が死滅するからです。でもテーブルやキッチン内に広がってしまった細菌は徹底的に消毒しなければあなたの体内に入ってしまうことになります。果物や野菜など
その他の食べ物は食べる前に洗わなければなりません。5、鼻の中はきれいにしなければならない。鼻が詰まっているときはとても不快で、もっと呼吸がしやすいように何でもしようとします。でも、鼻をきれいにすることで、外のばい菌にさらされることになって深刻な問題を引き起こすこともあります。鼻腔や副鼻腔の中で炎症を起こすこともあります。耳と同様、鼻にも自浄作用があります。鼻の中のすべてを取り除くには、気をつけて鼻を噛むか、生理食塩水で洗います。鼻の中に指を入れるときには、指をまずきれいにしてからにしてください。そして、そんな姿を誰にも見られないようにしましょうね。6、夜間の中に溜まったカルキは健康上危険である。もしあなたが化学に精通していたら、カルキとは蓄積されたカルシウムと炭酸マグネシウムに過ぎないということはお分かりですよね。多くの胸焼けの薬の成分でもあり、健康上問題ありません。しかし、夜間に溜まったカルキは健康上危険だと誤解されています。でも、これは安全なのです。誰も故意にこれを大量に食べたりもしませんよね。でも、あなたの夜間の中にどれほどのカルキが溜まっているのかを見れば、水道水には化学物質がたくさん入っているということがお分かりになるでしょう。7、いつも食べたらすぐに歯を磨く。もちろん歯磨きは定期的に少なくとも1日2回はしなければなりません。でも重要なのは食べた直後に磨くのではなく、30分から60分後に磨くことなのです。歯のエナメル質は人間の体の中で最も硬い部分ですが、果物や乳製品を食べた後のような酸性条件では柔らかくなります。食事の後、すぐ歯磨きをするとエナメル質を削り、傷つけてしまいます。歯科医は水で口をすすいだり、ガムを噛んで唾が出るようにすることを勧めています。これで歯が自然ときれいになるのです。もう一つの方法は、酸性のものを食べる前に歯を磨くことです。この方法で口の中の細菌数を減らしておき、食べている時に細菌数が少なければ、その増殖も最小限に抑えられるのです。8、足を組むのは体に悪い。長い間足を組んで座ると静脈瘤ができてしまうと信じられてきました。しかし近年の研究によると、このようなことは全く起こらないそうです。静脈瘤は特に子供を出産した女性に起こります。足を組みながら座ると静脈は抑えつけられるものの、これによって静脈瘤ができてしまうことはありません。もちろんこのような体勢で長時間過ごすことはお勧めできませんが、それは足を組むことだけに限ったことではなくて、概して座った姿勢の全般に対して言えていることです。9、コンピューターを見るのは目に悪い。もちろん長時間コンピューターのモニターを見ていると目が疲れてきます。でも目の疲れが視力の低下を引き起こす原因ではありません。科学者たちはドライアイや首や肩の痛みの症状にコンピュータービジョン症候群、またはデジタル眼性疲労と名付けました。この症候群は頭痛と視界不良も引き起こします。これらの症状を避けるためにも、次のシンプルなルールを守りましょう。モニターは適切な明るさにする。休憩を取る。そして目が乾かないようにもっと頻繁に瞬きをするようにしましょう。10、車のハンドルは10時と2時の方向に持つ。車の教習所で最初に習うことの中に10時と2時の方向のルールがあります。教官からハンドルを時計に例えて、私たちの手は10時と2時の方向に置くようにと教わりましたね。もし思いがけない障害物に遭遇した時には、この位置でハンドルを握っていれば車をうまく制御できると信じられているのです。でもこれはもちろん間違いです。専門家は手は9時と3時の方向に置くように勧めています。この位置ならスピードが出ていても曲がることができるのです。その上、手をエアバッグからもっと遠くに置くので、事故の際には
重傷を負わずに済みます。この動画からあなたはいくつの新しい事実を学べましたか？どの事実に一番驚きました？下のコメント欄で教えてくださいね。お友達にもこの動画をシェアしてあげましょう。お友達もこの情報を知っておくべきですものね。高評価ボタンのクリックと、まだされていない方は私たちのチャンネル登録もお忘れなく。人生のブライトサイドではたくさんのクールな動画を用意していますよ。